ピースポ今日まずはサッカー J3 ガイナーレ鳥取です。選手獲得のため1万円以上寄付した人に境港の海産物をプレゼントするという野人と漁師のツートッププロジェクト、そのプロジェクトで獲得した選手の一人、このハマゾッチが昨日デビューしました。ブラジル人フォワードハマゾッチがデビュー戦で結果を残し、会場が熱狂しました。中部野人スタジアムで今シーズンまだ勝利のないガイナーレ、昨日は4位グルージャ盛岡との一戦、前半は0対0、後半開始からガイナーレは193センチハマゾッチを投入。しかし後半27分退場者を出し、1人少ない状態になったガイナーレ。後半31分でした。フェルナンジーニョの突破、そしてこのクロスにハマゾッチ、ゴールキーパーよりも高かった。先制点かと思われましたが、これはクロスを上げる前にゴールラインを割っていたという判定。フェルナンジーニョ必死に訴えますが届かず、ハマゾッチもこれには納得のいかない表情。しかし試合終了間際、デビュー戦でゴールを決めると宣言していたハマゾッチ、また見せてくれた。安藤のクロスボールに長身を生かしたヘディングシュート、今度は本当に決めました。ゴールネットを揺らし1対0、デビュー戦で決勝ゴール、ブルージャ盛岡を下し順位は4位、会場は熱狂の渦に。松波監督も興奮した様子でした。試合終了後は今シーズン一番大きなガッツポーズだったと思うんですが、松波監督自身、野人を作った人たちの思いだったり、スポンサーしてくださった皆さんだったり、寄付してくださったね、たくさんのこう思いがある中でのこう J の初勝利っていう思いがね、本当にこう最後込み上げてきたというか、選手はね、最後まで諦めずにこう、まあ、勝つんだっていう気持ちをね、出してくれた姿勢がね、点につながったんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございました。試合展開最高、もう最後の最後でいい思いしました。新加入ハマゾッチの活躍で苦しい試合をものにしました。いや、サポーターの言う通り、ハマちゃんよくやってくれました。さあ、そのハマゾッチ選手を見に応援しに松岡さんはスタジアムで、私も行ってました、駆けつけたという。もうゴールが入った瞬間、私も飛び上がって周りとハイタッチ、ね、もう雨の中だったんですけども、本当に、ね、会場がいい雰囲気になりました。サッカーの醍醐味ですよね、はい、あとやっぱ寄付をした方も本当に嬉しかったと思うんですよね。そうですよね、そのあたりで、獲得した岡野 GM は本当に良かったと胸をなで下ろしていました。